下請けの分際で懇親会に来たのかよ。取引先主催の懇親会に出席すると、そこの社長息子に声をかけられた。下請けね。この息子はいつもそうだ。協力会社に対して、下請けという言葉を使う。俺によくそんなことが言えたものだ。こいつは自分の会社のことすら何も分かっていないのだろう。この息子の態度にあまりにも腹が立ち、俺は復讐することに決めた。俺の名前は赤井。40歳で建築デザイナーをやっている。独立して10年。妻には苦労をかけたこともあるが、今は仕事も順調だ。そんなある日、取引先から懇親会に招待された。この会社は以前から付き合いがあるのだが、ここの森社長は優柔不断で困るところがある。社長なのに大丈夫かと思うほどだ。この間も俺がマンションのデザインを持っていくと、これはダメ、あれはダメと言った挙句、時間もないからやっぱりこれでいいなんて言い出したのだ。優柔不断に加え、人に文句を言わないと気が済まないようなので、余計に立ちが悪い。引き受けなくてもいい仕事なのだが、声がかかる以上は誠心誠意仕事をしようと思っているので、今のところここからの依頼も引き受けている。この森社長の息子もくせ者で、事務所で打ち合わせをすると同席することが多いのだが、父親と似たような性格だ。二人して文句を言ってくるので、俺の疲労は二倍になる。息子の幼児は俺と同年代。次期社長だと自覚しているようで、いつも偉ぶっていて、俺のことをよく見下してくるのだ。仕事をあげてるんだからしっかりやってくれよ。なんて言ってくる。下請けは大変だよな。と、哀れんだ顔で見てくることもあった。明らかに嫌味で下請けと言ってくるので、俺は聞き流している。いちいち相手にしていたら、ストレスが溜まるだけだ。仕事をさせてやってると上から目線なのだが、俺が引き受けなくなったらどうするのだろう。この会社は以前、別のデザイナーとトラブルを起こしているらしいし、この社長と息子の性格じゃ、引き受けるところを探すのもなかなか難しいと思う。俺は聞き流せるタイプなので勝手に言わせておいているが、こんな会社には関わりたくないと思うのが普通かもしれない。そんな中、俺はとある商業ビルの依頼があり、いつもより忙しく仕事をしていた。すると森社長から電話が来たのだ。赤井さん、この間のマンションの件変更点がありまして、すぐに対応してもらいたい。と慌てた様子で、緊急案件だという。俺は今日までにやらないといけないこともあり、森社長にうちの事務所まで来るように言った。やってきた森社長は肩で息をするほど急いでいた。森社長によると、依頼主から変更してほしいという箇所が出たが、今日修正しないと間に合わないという。どうしてこんなにギリギリなんですか？俺も時間があまりないので、早口で言うと森社長は黙ってしまう。俺はため息をつきながら言った。この件、早めに確認するようにお願いしましたよね。もしかして依頼主に確認を忘れていたわけじゃないですよね。まさかと思って言ってみたところ、なんとこれが当たってしまったようだ。森社長はしどろもどろに、大丈夫だと思っていて、と言い訳を始めた。大丈夫かどうかは依頼主が決めるんですよね。勝手に判断してギリギリになって修正しろなんて。こっちにも都合があるから無理ですよ。別の案件も抱えているんだ。すぐには対応できない。そう話したが、森社長は泣き落としをしてきた。この案件はかなりの利益が上がるし、得意先だから失敗するわけにはいかないんだ。なんとかお願いします。従業員を路頭に迷わせるわけにはいかないんです。そう言って土下座を始める。
森社長の自業自得だが、俺への依頼料も上乗せすると言ってきたので、今後このようなことがあれば、御社との取引は一切しませんからね、と念押しして引き受けた。森社長はほっとした顔で、明日の懇親会はとっておきの酒を用意しておきますよ、と言う。その日は遅くまでかかってしまったが、なんとか修正も終えることができた。翌日、森社長の会社で主催する懇親会に向かう。会場に森社長の姿はなかった。息子の幼児が仕切っているようだ。森社長は昨日相当慌てていたし、おそらくその案件につきっきりなのだろう。俺は社会人として最低限の挨拶を幼児にした。お世話になってます。そう言うと、受付にいた幼児が、下請けの分際できたのかよ、と怒った口調で言う。え、そっちが招待したのに、と思ったが、俺はひとまず聞き流した。森社長はいらっしゃらないんですか？と聞くと、やはり依頼主のところに行っているという。まあ、今日は同業の人たちが集まる懇親会のようだし、交流を広めるために活用させてもらおう、と思いながら、会費の1万円を幼児に渡した。幼児は俺を見て口を開く。あんた、昨日親父に土下座を強要したらしいな。は？俺は反射的に声を出した。俺は人に土下座を強要するような人間でもないし、そんな意味のないことをするわけがない。あれは森社長が勝手にやったことだ。幼児は俺を見て鼻で笑う。あんたみたいな下請けがどうして親父に土下座を強要なんてできるんだよ。下請けは仕事もらえなくなったら終わりだろ。土下座を強要したこと、あんたが土下座して謝れよ。本当にこいつは下請けという言葉が好きなんだな。俺は呆れてしまった。招待されたので伺いましたが、帰った方が良さそうですね。会費の1万円返してもらえます？と怒りを抑えて言うと、幼児はにやりとする。下請けの貧乏人には1万円って大金だもんな。だがほらよ。幼児はそう言って1万円札を破り捨てたのだ。バラバラになった1万円札が床に落ちる。どうしても返して欲しかったら、はい、つくばって拾えよ。あまりの衝撃に、俺は絶句。周りにはあまり人がいなかったが、こちらに視線が集中し、ざわついた。俺は、眉間にシワを寄せ、立ち尽くす。ほらほら、下請け様、さっさと拾ってくださいよ。わざわざ、下請けという言葉を使い、さらに、様付けなんて、どう考えたって馬鹿にしている。幼児は笑いながら、下請け様にとっては貴重な1万円だろう。拾えよ。あんたみたいな下請けごときが、この懇親会に参加しようなんて生意気なんだよ。社交辞令で招待状を渡してるのがわかんねえのか。という。あまりにひどい言いように、俺は逆に冷静さを取り戻した。幼児はまだ俺のことをニヤニヤと見ながら、嫌味を繰り返す。うちが仕事依頼しなくなったら下請けはどうなるんだろうな。この意味わかる？それは、もう仕事を依頼しないと言っているのか。よくそんなことが言えたものだ。そう思うと、俺は笑いがこみ上げてきて、ついには爆笑してしまった。幼児は眉をピクリと動かす。俺は、なるほど、と言った。幼児は少し戸惑った様子だ。うちみたいな下請けに、もう仕事は頼まないと言うんですね。俺が幼児に念を押すと、幼児はうなずく。ああ、そうだ。そこで、俺は口を開いた。わかりました。では、今後、一切の取引をお断りします。そして、俺は笑いながら、昨日俺に土下座してた社長に二度と来るなって伝えとけ。
と言ってキビスを返した。幼児はポカンとした顔をして俺の背中を見送る。周りからはざわめきが聞こえるが、俺は無視してその場を去った。翌日朝から森社長がうちの事務所を訪ねてきたのだ。二度と来るなと言ったのに、どういうつもりなのだろう。謝罪に来たのかと思ったが、手には書類を持っているし、どうも違うような気がする。ひとまず中に入れて、ご用件は、と凄むと、森社長が慌てた様子で書類を出してくる。先日修正した件だ。森社長が確認を怠り、もう一点修正があったというのだ。どうか今日中にお願いできませんか。森社長は頭を下げる。やっぱり謝罪に来たんじゃなかったか。それどころか、昨日何があったか分かってなさそうだな。俺はため息をついた。無理です。昨日幼児さんに言いましたよ。二度とうちには来るなと。すると森社長は土下座をしだす。昨日ちょっとしたトラブルがあったと聞いてますが、でもこちらの依頼主は大切なお客様なんですよ。どうしても今日中にできないと困るんです。俺は森社長に言った。俺が土下座を強要したことになるのでやめてもらえませんか。ところで息子さんから昨日の話をなんて聞いてます。全然ちょっとしたことではないですけど。俺がそう聞くと森社長は、赤井さんは昨日懇親会の会場にいらして、こんな高い会費は払えないと言って受付で帰って行ったと聞いています、と言う。俺はその言葉に笑った。そして幼児に下請けと連呼されたこと、幼児が俺の出した会費の1万円札を破いたこと、もう二度と取引はしないと言ったことを伝える。それを聞いた森社長は青ざめていく。下請けって気持ちのいい呼び方じゃないでしょ。あんたの息子はそれをあえて使っている。もう少し教育し直した方がいいんじゃないですか。そう言うと森社長は青ざめながらもスマホを出し、幼児に電話をかける。どうやら幼児は俺が自分の父親に土下座を強要したから仕返ししてやろうと思っていたらしい。それが他の取引先もいる中で下請けだと連呼し笑い者にした理由ですか。森社長は小さくうなずく。俺は森社長を見た。そもそも土下座の強要なんてしていませんよね。俺が止めるのも聞かず、あなたが勝手に土下座をしだしたんでしょ。それをあなたが息子に無理やり土下座させられたと話を持ったというところでしょうか。俺がそう言うと森社長は気まずそうに目を伏せた。最初は俺が土下座を強要したと幼児が勝手に勘違いしたのかと思ったが、森社長もすぐ自分の都合のいいように話すから、もしかしたらと思ったのだ。案の定森社長が話を大きくしていたと判明した。あなたたちとは付き合いきれません。今までは仕事だからと聞き流していましたが、さすがに我慢できないので、昨日言った通り、金輪際取引はしません。下請けなんて、どこに頼んでも同じでしょ。俺がそう言うと、森社長は顔面蒼白になる。申し訳ありません。そんなつもりではなかったんです。こちらは作業工程がすでに組まれていますし、間に合わないと大変なことになるんです。と、また土下座を始める。安い土下座だな。と、俺は思わずつぶやいた。森社長は肩をビクッと震わせ、そのまま顔を伏せている。御社の依頼だけ受けてるわけじゃないんで。特に今は商業施設の依頼を受けていて、こちらも忙しいんですよ。邪魔なんで帰ってもらえません。森社長は顔を上げ、商業施設ってまさか、と言った。俺が依頼を受けた商業施設は大規模な再開発の一環で話題の場所だ。かなりの利益も期待されている。
俺はうなずき、下請けも大変なんですよ、と笑った。もう帰ってほしいのだが、森社長は土下座をやめない。中に入れなければよかったと後悔する。そして、また招かざる客が来た。幼児だ。森社長が戻ってこないのを心配して乗り込んできたらしい。親父、また土下座させられてるのか?と怒鳴る幼児。俺は何度目かのため息をついた。全部あんたの勘違いだ。俺は土下座を強要するような趣味はないし、土下座なんて無意味だと思ってる。特にあんたの父親の土下座なんて何の価値もない。さすがに言葉も荒くなってしまう。幼児は俺を睨みつけた。下請けの分際でなんて口の利き方だ。俺も幼児を睨み返す。は?今まで聞き流してたけど、あんたに下請け呼ばわりされる筋合いはないんだよ。自分の会社が仕事をあげているなんて思っているようだけど、うちは別にあんたたちからの依頼がなくても十分やっていけるからな。むしろ無茶な修正も多くて困っているくらいだ。怒りに任せて俺がまくし立てると、幼児は俺の勢いに負けて一歩下がった。昨日は招待されたから、こっちだって時間を削って懇親会に出席しようとしたのに、下請けの分際で来たとか、社交辞令で招待したとか、散々な言われようですよ。おまけに会費の1万円は破られて、出席していないのに、お金は返ってこないし、無駄な時間とお金を使っただけです。この責任はどう取ってくれるんですか?森社長と幼児に詰め寄ると、二人とも目を泳がせる。なんて似ている親子なんだ。俺は続けた。それに、ここには二度と来るなと言ったはず。早く帰ってください。いい加減こっちも仕事したいんで。森社長は相当焦っているのだろう。俺がそう言っても、修正の依頼を受けるまでは、ここを立ち去らない気のようだ。このままじゃ埒が明かない。俺は、だったら、修正に関する条件をつけます。さらに、依頼料の上乗せと、今後の対応は一切しないこと。と言った。幼児は、つけ上がりやがって!と言ったが、森社長がそれを抑えた。わかりました。森社長は、しぶしぶ返事をし、俺に依頼内容を伝え、幼児を連れて帰っていく。俺は森社長の依頼を終え連絡をした。これが最後ですからね。金輪際、御社との取引はいたしません。息子さんにも、二度と来るなとお伝えください。森社長が電話越しでうなだれるのが手に取るように分かった。もともと森社長が俺に依頼をしてきたのは、とあるお客さんが俺のデザインを気に入って、こういうデザインにしてほしいと言ってきたことが発端らしい。デザインしたのが近くに事務所を構える俺だと分かると、森社長がぜひにと連絡をしてきたのだ。それがきっかけで他の依頼も受けるようになり、お客さんからは好評を得ていた。だから俺は森社長のためではなく、その先にいるお客さんのために依頼を受けていたのだ。その後、森社長の会社の評判は地に落ちた。あの懇親会の出来事が業界内で広まったのだ。デザイン会社はどこも依頼を受けなかったようで、ネットでの会社の口コミも最悪。昔は良かったのに、という声がかなりの数書かれていた。同業者からあの会社が倒産寸前だという噂も聞いている。あれから半年ほど経った頃、また招かざる客が来た。やつれた顔をした森社長だ。もう倒産寸前です。赤井さんになんとか助けてもらいたくて。と、依頼を受けてほしいと言われたのだが、俺にそんな気は一切ない。すると、息子はクビにしました。ですから、なんとか引き受けていただけませんか?と言い出した。俺は、息子さんだけの責任じゃないでしょう。
あなたの無茶な修正依頼や打ち合わせのたびにいちいち文句を言われることにも疲れたんですよ。という。森社長はうつむいたままだ。依頼を受けるとしても、商業施設のデザインが好評で、今は他からも依頼が急増しているんです。俺のスケジュールが開けられるのは、せいぜい半年後。その時まで御社が経営している保証なんてないでしょ。そんな依頼、俺だって受けられませんよ。自分で撒いた種ですから、自分で何とかしてくださいね。そう言うと、森社長はがっくりと肩を落とした。そうですか。妻には逃げられ、相談する人もいなくて、ここに足が向いたんですよね。と言われたので、いや、俺に頼られても困りますよ。と、思わず返してしまった。自業自得の末路ですね。あなたに、性格が変わらない以上、関わるのは無理ですね。そう突き放すと、森社長はため息をつきながら帰っていく。その後ろ姿は、随分とやつれていた。その後、俺の事務所は人が増えて、少し賑やかになった。依頼が急増しているので、対応しきれなくなったのだ。今は新しい仲間と共に楽しく働いている。俺はこれからも誠実に仕事をしていきたいと思う。